よし、じゃあやっていきましょう。ゴーホームということで、前回普通にクリアしちゃったんですけど、その後に皆さんからいくつかコメントをいただいて、まあ検証じゃないんですけど、何かいろいろまだね見ていないちょっとしたなんか現象演出があるみたいなんで、それを見ていこうかなと思います。まあということで早速ニューゲームと。で、後ろにいるんだよね。これに、この女の人に近づくとどうなんの？もしもし？あ、後ろ見てたんだ。顔見たい。顔が見たいんですけど。あの女の人だね。ああ。あれ？もしもし？顔が見えない。ちまちまってね。あ、もうね、ちょうどこの鳥から顔見してくんない。柱が邪魔してる。ほんと、ほんとに邪魔してんな。今ちょっと、ズームはないんだよね。右クリックで後ろ見れるけど、後ろで、こう。横顔し、綺麗ですね。そういうことじゃない。ああ。でもさ、どうして消えたんだろう。いるね。あ、これお母さんなんじゃない。お母さんが待ってたってことで、どこで消えるんだろう。これは鈴木モザイコさんです。で、何かしてたら消えたんだよね。あ、消えない。お参りしたら消えるって感じか。で、こっち行けない。なんか、すごい、向こうとかさ、この裏世界とか、ああ、ここ近づくだけでお参りしちゃう。で、これ、ここ誰かいる？光。で、いないと。キーン、キーン。ダメか。ちょっと面白かった。しゃがみながら、で、こういうところは意味ないもんね。お、登れた。毎回こういう変なことばっかり やって。あー、鳥居の上とかに登れない。こっからは絶対厳しいから。え、行けたよ、ほらー。鳥の上に登っちゃいけませんよ。絶対、たたられるっていうか、不謹慎っていうか、ダメでしょう。モザイコさん。こっからあっち行けない。一応、なんかあっち行けなくなってんだ。あ、そっか。そもそも、向こうの道路に行くことができないから、ダメと。じゃ、ちょっと、こういう感じで。これサムネにする？どこに立ってんの、あなたっていう。あー、怖え。あ、鈴木モザイコさんの結構ドアップ。じゃあ行きますよ。飛び降り自殺しながら惹かれるっていう。なかなかない演出ですよ。で、これでシャキーンと。こっちね、こっちの方向にラピュタがあります。で、この人。これお母さん、さっきの人だよね。で、この人は、クラウディアっていう名前みたいです。クラウディアさんみたいです。名前。名前ちゃんとあると。クラウディアだって。市松人形 VTuber さんの、Twitter で載ってました。多分説明ページには載ってなかったと思うんだけど、クラウディアだって。まあ、いいや、一旦ちょっと行こう。で、ですよ。コメントをいただいたのは、どうやって行くんだろう、そもそも。工事現場みたいなところに、行きたいんですよ。来るか？あ、来てる。で、工事現場。
あそこじゃない、工事現場ってどこだ。あので、これだと向こうに行ってダメダメと進んじゃうからね。いる？あ、いるいるけど、ちょっとこっち行ってみよう。あ、これ、あ、ここがあそこなんだ、お地蔵さんのところだ。できてる。で、これもダメと。これお地蔵さんだよね。うん。で、落ちるっていう。まあこれはね、前回も見たやつで、工事現場、ちょっと工事現場探します。時間かかっちゃうかもしんない。はい、はい来て、はい来てる、はい来てる。あ、ここここここで、ここ飛び越えられるらしい。あ、いけた、うわダメなんだ。あー、ちょっと待って、あそこ、ちょっと待って、どうやって行ったんだ。ちょっと、何回も行きたい。もう一回行きたいな。わかりました。もう、すごい、簡単に行ける、道順がありましたね。まず一旦、クリアと同じ、ワープの仕方でいい、途中までは。そしたら、こっち。ぐるっと回って、クリアと同じ方向に行きます。そしたら、あっちね、太陽の方向。で、ちょっと脅かしで来る人がいる。あ、消えないのこの人。ちょっと待って。あ、逃げようとしたら消えるだけ？消えない？ちょっと待って。これは予想外。消えない時もあると。まあ、逃げなくてもいいんだけど。まあ、とりあえずね。行きますよ。で、こうでしょ？で、これ、ここに入ると。行きます。ただ、ちょっと待ってね。ちょっと引きつけたい。さっきの脅かしの人が、で、ここに来ると。で、いきますよ。やった！やったぜ。やっぱり、5人いる！スマップ！スマップ！嵐！嵐じゃない。あ、追っかけてくる！追っかけてくる！目が血ましてますね。やばいやばい、本体来た、本体来た。あっぶねー、危なかった。なんかいろんな音いろんな音聞こえてますけども。待って、まだ来てないね。うん、あー、いっぱいいるよ。来てる。あー、向こうから来てるよ。怖え。うわ、来てる？あ、来てる。ててそしたらちょっとあとはクリアしてみようか。あ、ここだ、戻ってきた。ちょっと行こう。で、ここら辺でスタミナを回復させる。あー、怖え。で、行きます。で、ですよ。ここで、あ、戻れないんだ。借金もね、使えなくなってる。まあ、ここなんだけど。ダメと。で、コメントもらったんですけど、この最上階に行ったらどうなるのかっ
ていう。これなんて書いてる？工事のお知らせ。ここじゃないか。ここ落ちてくるところじゃないか。で、この上。この上が自分の。落ちてきたね。これさ、下にいるんじゃない？ああ、落ちてない。ここにいないね。夕日。いや、この上。もう一個ある。ここが多分家。なんだけど、もう一個上行きます。そういうコメントちょっといただいたんで。うわっ！今、もう、なんか固まって、なんか逃げれるような感じじゃなかったですね。もう、絶対なんか死亡みたいな。ダメなんだ。上はダメと。わかりました。上はいけないようになってました。あ、びっくりした。で、ここ。で、これは靴下じゃなくて、千歳飴と。ずいぶん部屋あるな。トイレか。怖っ。これ右クリックで後ろを見ながらやるとこう見えるっていう。ああ、これ家族写真かな。多分モザイコさんだな。全員パパモザイコってことですか。ママモザイコでこっちだよね。これですげえ見える。で、この時点ではほら、まだ何も光ってない水槽で、はい、もしもし。で、これちょっと待って歌みたいですね。あ、俺自分捕まった時の音とかなんか近づいてくる時の音がめちゃめちゃ大きかったんで、音小さくしてたんですよ。したらなんかすごいなんかこう薄く歌ってるのは聞こえたんですけど、何歌ってるのか全然わかんなくてそしたらコメントでみんな某あの歌でしたねっていう。あて。で、これなんか、お帰りって書いてるみたいですね。かが、点がちょっと見えなかったから、なんて書いてるのかわかんなかったけど、この後です。ちょっと行きましょうか。どこに行くんだろう。あ、出た。で、これ、行きますよ。これ、家じゃないって言ってるのは聞こえたんですけど、ここはもう君の家じゃないと。お帰りって言ってんのに、ここはもう君の家じゃない。どっちなんだ。で、逃げる。はい。でもダメなんだね。どん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 で。で、またもう消えてて、金魚が消えてて、いきますよ。はい。はい。
演出見れたんで面白かったですね。